日本政府が VSL 搭載実験潜水艦の建造正式発表し、海上自衛隊の潜水艦配備計画が拡大化しています。今回は海上自衛隊で原子力潜水艦を保有、建造するかという話を詳しく考察していきますね。原潜建造費に3000億円で大芸、潜水艦約900億円、VSL 搭載潜水艦が、その上、1000億円とすると、3隻ほど建造できます。世界最強の戦略型潜水艦通常動力版を、建造でだ、スペックダウンした潜水艦を売るなんてできたらいいですけど。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは、政治、財政的に、国家レベルの支援が必要だと述べたという。この発言は、アメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りに、その言葉を受け取るならば、日本が、すでに、原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまう。現状では、2022年12月の閣議決定で、安保関連3文書を、改定の上、承認したことで、防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で、2% の達成は、数値目標としては掲げられてはいる。その中では長距離攻撃が可能で、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれていた、分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として、複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態である。そのため、少なくとも、日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには何らかの意図が働いているのかもしれない。マイケル・ギルディ氏は続けて一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った軍事同盟、オーカスの件に触れ、それにより、オーストラリアが、原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げている。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は、日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目される。今のこと、ロコ人的にニュース等を確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないが、韓国の中央日報は、この件を報道し、しかも、日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示している。これは、多分に、韓国自体が、原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対して、アメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるが、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは、好対照な点は、興味深い。しかし、同時に、この2023年1月10日から、開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当している、ダリル・コードル大将が、予定の10隻に、4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いている。アメリカ海軍では、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また、年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされている。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題等で表面化していたことに加え、昨年から始まり、今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、
深刻な問題に発展しているようだ。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づき、オーストラリアにバージニア級を融通するとみられた動きにも影響を与えるだろう。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたが、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきた。そのため、本命はアメリカからのバージニア級と召され、新ゾブン数隻と残りは、オーストラリア国内で建造する体制を整え自国建造する方法が有力視されてきたが、ここに来て、かなり、この動きに陰りが見えている、感は否めない。アメリカで、オーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から、供出する案も聞こえてはいたが、この場合、潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われている。結局のところ、オーストラリアは原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られている。さて、肝心の日本であるが、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置、維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についても、粗相の素地は備えているとは思われる。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも運があるだろう。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足している。例えば、イギリス海軍であれば、攻撃型潜水艦も、すべて原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が、6隻の合計7隻の保有に止まり、数の面では、日本よりもはるかに少ない。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだが、収益中であるのは、リュビ級が6隻、最新型のシュフラン級が、ようやく、昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に、7隻の体制を構築している。日本の場合、四方を、広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はある。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の体系型でも建造費は上昇しているとはいえ、一隻あたり、未だ、800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば、建造費は、確実に一桁は上昇する。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって、作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は、制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが、適正な費用対効果があるか否かは検討すべきだろう。純粋に軍事的な観点からは、日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるが、政治的に
今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみたい。2022年6月に、翌月の参議院選挙を前に、フジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われた。ここで、番組側から、日本は、今後、原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたが、それに賛同の意を示したのは、日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は、慎重な姿勢を崩さなかった。逆に、はっきりと、日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢は、あえて聞くまでも、なく最初から予想できたというのが、偽らざる心境である。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が、民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろう。与党である自民党は、日本が原子力潜水艦を導入することになれば、膨大なコストが必要と答え、施策として、必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えている。